皆さんこんにちは、ムチョと申します。ベルトライゼンデが日経新春杯を差し切りということでですね、いや本場はですね、貴重なドリームジャーニーの後継として頑張ってくれるような気がしますね。まあ実はこの父ドリームジャーニーってかなり優秀な勝馬っていうところがありまして、まあその血筋的に言ってもね、オルフェーブルの全兄弟であったりっていうところからも、いや大いにね残り続ける価値のある馬だと思うんですよね。まあそのですね、現役時代から本当に小柄な馬で、朝日杯の時なんて416キロとかで勝利していたような馬ですけれども、もうそれっていうのはやはりね、勝馬生活になってからも若干影響したところがあってですね、まあなかなかこう受胎率が低いというか、やっぱりこう物理的に種付けがうまくできなかったっていうところはあるみたいですね。初年度は95頭の種付けだったものの、もう出走頭数33頭っていうのはね、当然ながら 50% を下回ってるっていうことになりますから、これって平均的な数値で見ると大体 65% 前後には推移するっていうデータもありますから、まあ、やっぱりね 50% 以下ってなってくると、なかなかリスクを取るなっていう生産者の方は多かったところかなと。まあただですね、その傾向っていうのは変わらなかったものの、本当にね、少数の無事に生まれて走った馬たちっていうのは高い数値っていうのを叩き出しておりまして、勝ち馬率はしっかりとね 30% を超えて、かつ重賞馬も2頭出して、その AI は 1.37、 まあ CPI の数値がね 1.04 っていうところを考えれば、まあ大いに勝馬の能力としては十分にあったということはできるでしょうね。もう1頭の未来への翼はですね、ダイヤモンドステークスは勝ったものの、勝馬入りはせずに誘導馬ということになりましたけれども、まあ本当に今回のベルトライゼンデに関してはですね、もうそれこそ兄弟には G1 馬ワールドプレミア、他クラシックでもの一番人気になっていたワールドエースもおりましてですね、まあ、まさにがっつりと芝中長距離戦線でやっていける父ということでね、まあ、評価されるのは間違いないですよね。というかやっぱりそもそもにね、こういったレベルのマンデラというお母さんにね、ディープとかゼンノロブロイ、ダイワメジャーといった配合馬に並んでね、ドリームジャーニーの名前があるっていうことですから、結構やっぱりノーザンファーム内で言うとドリームジャーニーの勝馬能力っていうのは、まあ、確かに受胎率は低いけれども、まあ、評価してたっていうのはまあ分かるところですよね。まあ、しかも本馬の場合はですね、その父譲りの小柄な馬格っていうわけでは全くなくて、もうデビュー時から490キロあって、日経新春杯に関してはもう500キロに到達したような馬になりますからね、馬格もしっかりあって、そういった面は補えたかなっていう感じはありますし、かつその父譲りのですね、2歳戦から G1 2着するような早熟性に、当然3歳になってからもね、ダービー3着、クラシック3冠全てに出走したような確かな能力に、そこから1年以上の休養明けでのね、復活勝利とかっていうのは、いやまさにその早熟性と成長力をね、兼ね備えた優秀な馬なんじゃないかなっていうのは思いますね。まあこのままですね、順調に成長していって、6歳という年齢ではありますけれども、まあまさに父なんかも6歳まではしっかり走り続けましたしね、まあ日本以外でもドイツ血統ということもありますし、海外のちょっと重い馬場とかも合いそうな気もしますし、まあなんとか G1 をね、勝ってくれたら嬉しいなっていうところではあるんですけれども、まあとはいえやはりそれだけの血統背景を持ってるっていうところからもね、やはりドリジャの貴重な後継としてサッドインするのは間違いないのかなっていう成績にはもうすでになってるような気はしますね。まあこれでですね、ステイゴールド系統としても、その孫の代でのね、後継候補が出てきたっていうのは本当に嬉しいことで、やっぱり現時点でこの系統のその世代の馬っていうのは、オルフェーブルの後継で唯一エポカドーロ糸がいるっていう感じにはなってますからね、やっぱりこうゴールドシップはどちらかというとフィリサイヤ傾向に現時点ではなっておりますので、やっぱりこう血をつなぐっていう意味ではね、早くボバの大物が欲しいなっていう感じではあったかなと。まあここに来てね、オルフェーブルもダート G1 馬のウシュバテソーロが出てきたりということでね、まあここにまさかドリームジャーニーのね、少数な産駒からがっつりとした後継候補、しかも品系で言ったら本当日本でもトップレベルの馬が出てきたっていうんですからね、いやまあ明るい話題になってるのは間違いないかなと思いますね。ついでに言うと、やっぱりね、こう他のステイゴールド系統がそこまでこう2歳戦からバリバリ走ってるわけではないっていうことに対して、ドリームジャーニーの場合はね、まさにその自身が2歳 G1 馬だったり、それこそベルトライゼンでもね、オフスルセックスではコントレールと僅差の2着だ
ったっていうのはやっぱり早くから生きる証明にはなってると思いますからね。やっぱりそういった意味では他の後継たちと比較してもね、結構なメリットにはなるかなと思いますので、まあもちろんそのタイプ的にね、今流行りのダートを潰せるとか、あとは短い距離が得意っていうわけではないでしょうけれども、まあでも本当にね、2歳戦から3歳戦の芝のいい距離で勝ち上がって大きな舞台を目指していくっていう上ではね、いや面白い後継候補が出てきたのは確かなことかなとは思いますよね。かつそれでね、この系統らしく成長力もあれだけあるっていうんですから、いやその成長型っていう意味ではね、本当理想的なタイプじゃないかなと思いますよね。ちょっとね、動画にもしたんですけれども、インディチャンプもですね、実はそのノーザンファームなんかが20何頭もつけているような、しかも質もめちゃめちゃ高いっていうね、その力の入れっぷりっていうのは本当に想像以上のものがあって、いや本当ね、車台系はステイゴールド系をちょっとね、もう日高系に譲っちゃったところはあったのかなって思ってたんですけれども、いやちょっと今後もですね、デルトライゼンで含め、そしてこのインディチャンプ含めですね、まあもちろんオールフェーブルも、まあ若干ダート繁殖が増えてきたような気はしますけれども、まあつけていくとは思いますが、まあしっかりとね、こう日高系だけではなく、まあ車台系でもね、後継商馬たちがサイヤーラインを引き継いでいくっていう可能性はね、まあ大いに出てきたんじゃないかなと思いますね。まあやはりですね、このステイゴールドの直視っていうのは、ボバの大物の数で言ったら相当なものがありましたからね、それこそディープインパクト以上ぐらいの勢いで怪物が揃っておりますから、まあなんとかね、そのチャイアラインをつなぐっていう意味では大きな素質をですね、孫そしてその後の世代目で、まあ、ずっとつないでってほしいなというところですね。ということでね、まあもしかしたらね、本場なんかも G1 を一つでもね、日本そして世界どこでもいいので取ることができれば、最近はそういう G1 一勝馬の車台入りなんかも目立ってきてる状況がありますんでね、まあチャンスはある地筋なんじゃないかなと思いますよね。まあもちろんね、そうならなかったとしても、本当最近はそのインディチャンプやシルバーセットのようにパスタリオンにいるやっぱりノーザファーム生産馬なんかにもかなりね注力してる印象っていうのはありますから、まあそういった意味では本当ね、今から成功する気配を持ち合わせてる馬なんじゃないかなって思いますよね。やっぱ本当ノーザンファームさんのドリームジャーニーへの思い入れっていうのは全くもって少なくないんだろうなっていう、繁殖の質揃ってましたからね。てかまあ実際それに応えてこれだけの産駒たちが出ているわけですから、まあ結構期待しているところは大きいんじゃないかなって思いますよね。まあもうね、ドリームジャーニーにドイツボケって言ったら、もう明らかに芝の中長距離っていう意味ではもうバリバリのねスタミナを持ち合わせてることは間違いないですから、もうまさにねノーザンファームさんが目標としているね凱旋門賞であったり、そしてスピードを補うことができればね、日本のクラシックなんかも目指していける産駒が出るタイプだと思いますので、いや本当に先々がね楽しみだなと思います。まあとりあえずね、気が早い話になってしまいましたけれども、まずは現役馬としてね、まだ余力十分だと思いますので頑張ってほしいなと思います。少しでも参考になった RC です。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。